常識を捨てろ。ピッチの上ではお前が主役。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよう。それがストライカーだろ。俺はストライカーだ。俺がこのチームのゼロを1に変えてやる。お前らストライカーだろ。君らエゴイスト、潔与一。俺はストライカーだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。一流のストライカーという生き物は、その時最もフットボールの熱い場所に一番強いやつ。これは勝つってことか。サッカーとは何だ。11人で力を合わせて戦う。絆を大事、献身的に仲間のために。だからこの国のサッカーはいつまでたっても弱小なんだ。教えてやる。サッカーって相手より多く点を取るスポーツ。いけー急げー。さあラストチャンスだ。つーかお前ら絶対勝てよ。世界一のストライカーになるのは俺だからな。ふざけんなよクオン。そんなの当たり前だ。俺たちは勝つ。世界一になるのは俺だ。俺だろ。こんなとこで終わるかよ。スピードもパワーもテクニックもない俺がブルーロックにいられるのは、俺のゴールの最後のピースは、俺のいる未来に誰にも追いつく時間を与えない。ダイレクト